名将グラウディオラ、どんな監督っすか。常にこう新しい戦術とかを開発したりとか、こう進化させてる監督ってイメージがあります、ね、よく比較されるのクロップと比較されるわけじゃないですか、はい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 、僕が最近ちょっと思うのはどんどん2人が寄ってきてるんですよ。このチームっていうのは数字っていう意味で見るとこのチームが今世界最強のチームです。ソリアーノとチキが来たことによって補強戦略っていうのも結構変わってったなっていう印象がありまして、はい、以前の補強戦略っていうのはさっき言ったようにどちらかというとお金を使ってとにかくかき集めてこうみたいな、うんやり方が増えてたんですけど、うん、最近はやっぱり、まあ、特にグラディオが来てから、うんうんまあ、このチームに本当にこの選手必要なのかなっていうところをちゃんと精査していくようになった印象がありますね、はい、あとはやっぱペップが来てからちょっと特に若い選手が増えましたね、うん、そのジャッジは誰がするんですかね、はい、結構ああいう金満系のオーナーってテイクマンスールがあの選手欲しいからって結構来ちゃう時があるんですよ。例えばパリ・サンジェルマンってメッシだったりとか、うん、ネイマールだったりとか、うんまあ、エムバペだったりとか、うんうんうん、言っちゃ悪いですけどネームバリュー重視でこう取るようなチームなんですね、はいはい、オーナーがカタールなんですよね、はいはいはい、なので、まあ、今年本当ご存知の通りワールドカップがあるので、うん、そのカタールのワールドカップに出てくるスター選手がみんなパリ SG の選手ですよって言いたいんですよね。あの人たちどっちかというとこうオーナー主導でこう有名な選手をかき集めていくようなあのチーム作りなんですよねパリ・サンジェルマンっていうのは、はいはい、ただシティの場合はそれが全くないです、ね、本当にペップとチキとソリアーノあの3人で話し合って決めてるみたいですね。やっぱ完全になのでその辺のやっぱブレがないオーナーとフロントと監督の意見って結構違ったりとかもするじゃないですか。やっぱそこがこう合致してるっていうのがかなり強いですよねやっぱり ね、 そうですよね。しっかりしてる。あとやっぱその若い選手っていうところが結構僕はキーポイントかなと思っていて、うん、グラディオラのサッカーってちょっと独特なんですよ、うん、結構システマチックだし、うん、あの要求水準がすごい高いので、うん、30歳以上の選手はなかなか難しいと思うんですよやっぱり頭が硬いんで、うん若い選手の方が頭が柔軟だしこうペップに指示されたことをどんどん吸収していくっていう能力がありますねやっぱ基本的には。あとはさっき言ったようにもし何らかの理由で売らなきゃいけないケースっていうのは当然出てきますよね。取った時に30歳だと売る時に 3年後だと33歳じゃないですか。でも23歳の選手だと売る時26歳ですよ、はい、それはもう全然金額が違ってくるので売る時にもうその気になればそれこそマンチェスターシティってセルヒオ・ラモス、まあ、今パリにいるラモスだったりメッシだったりも取れたと思うんですよ、うんうん、ただ30歳以上でもしかもあんなスーパースターだと戦術的な柔軟性もないし、うんうんうん、いずれ売るときにもう利益にもならないだから取りませんっていう、うん、そういうスタイルですね。どっちか一時やっぱメッシが天文学的な、ねはいね、話であったけどあれは、はい多分取る気なかったと思いますけどね。実はスーパースターみたいなのってあんまりいないんですよシティって、まあ、そのシティに入って、うんまあ、デブルイネだったりとか、うん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 、スーパースターになる選手いますけど例えばエデルソンだったりとか、うん、ルベンディアスだったりみたいな選手も評価はされてたけど本当にまだメガクラブみたいなところで通用するかとか分かんないって言われても選手結構通りますよね意外と。それはやっぱ伸びしろだと思います本当に。それをやっぱ見てるのがソリアーノとチキベギー・リスタインとグラウディオラこの3人で見てるってことですね。だから本当に買うのも売るのもうまいクラブですよね今ねシティは本当に。ここがやっぱこのさっき言った持続可能っていうところにやっぱ関連してくるなとは思いますやっぱり。もう一つの重要要素がアカデミーの充実、うんはい、こちらもですね、シティが強くなっていく上で結構大事な要素の一個かなと思ってまして、うんうんもともとはやっぱシティっていうクラブは結構そこそこあの名のある、うんクラブだったんですね。もともとですか。はい、もともとです。結構地元出身の選手が、まあ、マンチェスターユナイテッドと当然選手獲得競争ってのあったらしいんですけど、うん、そこそこの選手を輩出しているクラブではありました、うんうん、ただ今はですね、地元出身の選手に加えて、外国人の選手も15歳16歳でもう結構シティにまあ連れてきて、うん、その中で育たせるっていうところをやってます。フォーデン。そうですね、一番今有名な選手がフォーデン、うん、あとまあ今シティにはいないですけどマンチェスターユナイテッドサンチョだったりとか、うん、バルサのエリク・ガルシア、ミランのブラヒム・ディアスとかあの辺もシティのアカデミーの出身です、ね、
やっぱりあのぐらいのクラブになるとアカデミー出身の選手がトップチームで活躍するとなかなか難しいんですよ。難しいっすよね。だからまあ本当一人でも主力をまあ本当改革しが10年ぐらいで輩出できてるっていうのは大きいですし、うん、でしかも結構強いんですよね今シティのアカデミーが。昨シーズンだとトップチームも国内リーグ優勝して、あとアンダー21とアンダー18のリーグも優勝してますね、うん、シティが。なんかそのアカデミーで、はいはい、指標みたいなものってあったりするんですか？僕が、現地に行ってアカデミーの強化担当みたいな感じの人に話を聞いた時があるんですけど、テクニカルの部分で言えばもちろんいろいろありますよね、うん、でシティはやっぱり今ペップのやってる攻撃的なサッカーっていうのをこうアカデミーでも全部統一してやろうみたいな言い方でやってるので、やっぱこうテクニックがある選手、パスサッカーができる選手っていうのは一個指標としてはあると言ってました。ただもう一個重要なのがやっぱ人間性って言っていて、そこはやっぱどんなにこうサッカーの才能に恵まれた選手でも、うん、人間性が良くないと選手としては体制できない、うん、そういう風なやっぱり考え方を持ってるようで、当然シティのトップチームで活躍できる選手っていうのは本当に一握りだと、うん、ただそれは分かってはいるんだけど、やっぱ自分たちのクラブで育った選手が他のチームで活躍するのも嬉しいと、うん、なのでやっぱそのシティので育った選手はやっぱクオリティも高いけど人間的にも優れているよねって言われるようなあの教育をしたいねとは言ってましたね。だからその辺のその人間教育みたいなところも近隣のその学校とかと提携して、アカデミー施設の中で授業やったりとか、そういうことも結構やってるって言ってました。これ日本人選手が行くとしたら、はい、どういう風なルートでどうやって行くもんなんですかね。向こうから声がかかるもんなんですか？それもあると思いますし、まあ、基本的には年がら年中テストみたいなのやってるんですね、こういうクラブっていうのは。なんかいい選手を見つけてこれは欲しいなと思ったら一回練習参加させて、サッカーの実力がそもそも見合うのか、それプラスやっぱ環境に馴染めるかですよね、そういうところも見てると言ってましたね。まだシティのアカデミーに日本人が入ったっていう話聞いたことはないですけど、まあ、久保選手とかもそうですけど、バルサだったりマドリーだったりっていう選手は今いるので、いずれシティにも日本人の選手が、ね、いてもおかしくないんじゃないかなっていうのはありますけどね。そうですよね、はい、これから日本人選手がプレミアのアカデミーに入っていくっていうのも、うん、まあ、そんなに数は多くないかもしれないですけど。そうですね。でまあソリアーノと、ベギリスタインがこうしたいろんな改革をしていく中で、うん、この10年ぐらいですね、プレミアリーグで5回優勝、うん、であとカラバオカップってのリーグカップですかね、うん、6回優勝、あと FA カップでも1回優勝してますかね。うん、まあ、これぐらいやっぱりピッチ上のその成績にピッチ外の改革がつながってきたっていうのが外から見ててもすごいクラブだなっていうふうには感じますよね、やっぱりね。まあ、説得力もありますしね。うん、だ金もあるマルチクラブオーナーシップ含めて、いろんな新しいスキームも作る、アカデミーも充実させる、うん、でやっぱこういう結果が出るっていうところは流れとしては非常に綺麗だなと、はい、思います。じゃあ次がですね、マンチェスターシティ強さの秘訣その3、うん、世界最高峰のトレーニングセンター。で私ですね、実は2回ぐらい、うん、あのトレーニングセンター取材したことがありまして、ちょっとその時の写真もお見せしながら、ご紹介しようかなって。これがですね、これ分かんないよこんなの見せられてもすいませんケツさん、これがですね僕初めて行った時なんですけど、これ2013年ですかね、うん、取材行った時に今トレーニングセンター作ってんだよって言われて、うんうん、ここに連れてかれて、うん、でその2年後ですね、うん、こうなってました。そうだよね、はい、2年後こうなってましたね。この施設がですねすごかったです。これ2014年ですかね、うん、完成したのが、うん、これがですね、土地代と建設費で総額なんと3億ポンド。3億ポンドって600億ぐらい、480億500億ぐらい、ね、はい、で広さが、東京ドーム約7個分、ピッチが、天然と人工で合計20面ぐらい、20面、はい、使い切れないね、はい、であとはビデオ研究用のテレビホールだったりとか、選手たちがミーティングしたりとか、なんか会議に使ったりとか、宿泊施設が4つ星ぐらいの4つ星、キングサイズのベッドがあるんですよ。それちょっと見せてもらえなかったんですけど、練習場の中にスタジアムがあるんですよ。
でここでアカデミーとか女子チームは、試合をしてます。これが7000人ぐらいしてましたかね、収容が。でここはですね、トップからアカデミーまで全員が使ってるんですよ、シティの選手、うんうん、なのでやっぱりこう隣のグラウンドで、トップの選手は練習してると、それはやっぱかなり大きいなっていうふうにスタッフも言ってましたね。それは刺激になるよね、はい、全貌こんな感じです。あ、これ見たかったですよ、はい、全貌こんな感じです、すいませんね、うん。ここがですね、エティハドスタジアムってホームスタジアム。ここがスタジアムですね、はいはい。でこっからこう橋を渡っていくと、このシティの練習場がありますよっていう。スタジアムの真裏にトレーニングセンターがあるってことですね。トップチームは多分ここでやってるんですよね、練習を。はい、ここはね、僕らも見せてもらえなかったですけど。それだって多分見えないようになってるってことでしょ。でここ外と、あとここやっぱマンチェスターって雨が多いので、うん、あの全天候できるような人工芝のピッチが当然最新鋭で、うん、新しいんですけど、僕中に入った時にちょっと思ったのが、うん、結構こうなんか人間味があるというか、うん、なんかこうレジェンドの写真が結構飾られてたりとか、うん、まあ、そういうのもあるし、なんか託児所とかもあるんですよ。で選手とかスタッフの子供そこに預けられるって言ってました。であとは本当にこの施設を市民だがなんかイベントする時に開放したりとか、うん、多分この辺の、うん、あのサイドのグラウンドとかは子供たちのサッカースクールで使ったりとか、そういうこともしてるって言ってました。これぐらいの施設があるっていうのは今そのアカデミーに人を集める意味でもそうだし、うん、やっぱトップチームで獲得競争するときに、うん、この施設で練習したいっていうのはやっぱ当然出てきますよね、やっぱりね。でもこれもう、はい、見た施設の中で一番なんじゃないですか。そうですね、今までいろんなところ行きましたか、ミランだったりとかユベントスだったりとか、うん、ユナイテッドとかも行きましたね、うん、その辺の施設も行きましたが一番すごかったですね。であと本人たち、あのスタッフが自慢してたのは、この施設ってほとんど地元企業に発注したらしいんですよ、工事を、はいはい、それはやっぱり町のためになると。だからこれぐらいの施設を作るって言ったら、まあ、さっき言ったように3億ポンドぐらいかかってるんで、うんうんうん、とてつもないお金が動いてるんで、うん、ナショナル企業というか有名な企業を作りたいですよね、絶対、うん、そうじゃなくてマンチェスターにある地元の企業の人たちに発注して、工事の人たちもあの地元の人たちをほとんど使いましたって言ってました。うまいね、その辺はね、ちょっとねうまいなと思いましたし、その時に職がない人たちとかにもかなり職を与えました。いやこれね、僕あれを見たんですよ、オールアナッシング見た時に、はい、すごいなと、はい、で何がすごいって、当然この施設の中もちょっと映ってたりもするじゃないですか、うん、最新鋭のものが入ってたり、はい、でもなんか僕が一番共感したというか、はい、これがすごいなって思ったのが、うん、そのクラブのスタッフの人たちよかったですよ、ねあれね、に対して、はい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 、君たちもチャンピオンなんだみたいなことを言ってたり、はいはいはい、これってここで自分が働いていてよかったって思えるところ、さらにこう応援しようって思ったり、うん、人の気持ちに寄り添っているというか、うんうん、ビッグクラブだから、うんイメージしづらかったものが、はいはいはい、あ実はその先ほど言われた通り人間臭いなっていう、はい、そうですね。じゃあ次ですね、はい、4つ目の、マンチェスターシティの強さの秘訣、うん、さっきから何回か名前上がってましたけど、名将グラウディオラ、うん、はい、どんな監督っすか。バルサとバイエルンで、まあ、本当にあらゆるタイトルを獲得して、うん、さらにその強いっていうところもそうですけど、常にこう新しい戦術とかを開発したりとか、こう進化させてる監督ってイメージがやっぱあります。ポジショナルプレーとか、うん、偽のセンターフォワード、うん、可変システム、うん、偽のサイドバック、うん、いろんなねこう概念をこう、まあ、生み出したりとか、もともとあった概念をこうアップデートさせてるみたいな監督ってイメージはありますし、それこそさっきケイタさんおっしゃってたオールアナッシング見ると結構パッション系でしたよね。そういう面もあるんだなって、僕もちょっとなかなかロッカールームまで僕らも入れないので、うん、あれ見て結構思いましたね。これでも2016年に来るわけですよね、はいはい、来ましたね、はい、なんで招聘できたんですか。これはですね、そのソリアーノとベギリスタインっていうのはバルサ時代に一緒にやってたスタッフなんですよ、ねうん、彼らに誘われたのが一番大きかったっていうのも本人も認めてますね、やっぱり。そもそも論としてはバイエルンに行く前にも誘いがあったらしいんですよ、はい、ただその時はちょっとまあいろんなタイミングの問題もあって合わずに、ただバイエルン辞める時はもうここに行くってほぼ決めてたっていうふうに言われてます。
なんでじゃあバイエルンに行ったんですかね。いろんなサッカーに興味がある人なんで、あの人は、うん、その前はバルサでやってたので、まあ、スペインのサッカーを体験した、うん、あの人はドイツやったことなかったんですよ、うん、現役時代も含めて、うん、イタリアはやったことあるんですけど、はい、なので、まあ、ドイツのサッカーを学びたかったっていうのはあるみたいですけどね、やっぱりね。その中で自分の戦術とドイツらしいフィジカルなサッカーをどうやって融合していくかみたいな、うん、そういうところはあったっていうふうには言われてますね。でも逆にですよ、よく比較されるのクロップと比較されるわけじゃないですか。まあサッカーのスタイル違いますよね。これ2人はどういうふうにこう見てるんですかね、お互いのことを。僕が最近ちょっと思うのは、うん、グラディオラってポゼッションサッカーみたいに言われるとするじゃないですか、うん、でクロップは、まあ、ゲーゲンプレスに対応、うん、まあ、ちょっと縦に速さ、はい、あれがどん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 2人が寄ってきてるんですよ。なんかこうグラディオラもああいうゲーゲンプレスからのカウンターやるようになってるし、うん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 、クロップも後ろからつなぐサッカーやり始めてて、うんうん、なんかお互いいいところでこう刺激を受けてこうチームアップデートさせてるんだなみたいなイメージはありますね。なるほどね。でこうしのぎを削る中で、まあ、こういいところをやっぱ取り入れていくっていうところがいい監督のね条件の一個でもあると思います。もうシティはこっから先やることって他にあんのって、まあチャンピオンズリーグね、はい、あると思いますけど、はい、まあ最終的な目標はもうチャンピオンズリーグでいいんですかね。まあでしょうね、やっぱり間違いなくそうだと思います。だからグラウディオラも、まあ、バルサの時に取ってますけど、シティに来てからまだ取れてないので、うん、そこは一個大きな目標の一個でしょうし、うん、究極目標ですよね、チャンピオンズリーグは今。最後に、はい、まあ、今シーズン 2022-23 シーズンの、はいはい、まあ、見どころと注目選手、はい、こちらちょっと教えていただきたいですけど。わかりました。まずやっぱこの選手ですね、ワールドサッカーダイストでも表紙になりましたけども、うん、アーリング・ハーランド選手、ハーランド、はい、ドルトムントから、獲得して84億円ぐらいですかね、うん、この選手はやっぱり今シーズンの夏の、マーケットの中で一番注目の選手で、うん、それをやっぱり結構早めの段階で取っちゃったので、あ、決まっちゃったなみたいな感じでしたけど。質問があります。はい、どうぞ。これハーランドは、はい、グラウディオラ欲しかったんですか。ハーランドは欲しかったと思います多分。ちょっとなんかそういうタイプじゃないよ、はい、ね、どっちかって言ったらリバプクロップが一番欲しそうな選手かなと思うんですけど、はい、確かにパワーとスピードっていうところで言うとなんかリバプールの方が合いそうな気がしますけど、うん、逆に言うとシティにはそれがなかったですよね。こういうタイプのセンターフォワードが全くいなくて、うん、まあ、それでこう偽のセンターフォワードみたいな、うん、ちょっとそのトップ下みたいな選手を一番前で使ってたっていうのもありますが、あれはどっちかというとやっぱ多分苦肉の策みたいなところあったと思うんで、やっぱこういうセンターフォワードらしいセンターフォワードを取ってチームをさらに進化させたいっていう思いはあったんじゃないかなと。それで言うとですよ、はい、まあバルサ時代にイブラヒモビッチという選手、まあタイプはちょっと違いますけど、まあ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 、うん、まあ同じ部類じゃないですか。はい、おっしゃる通りですね。でペップって面白いのが常に進化しようとするしますよね、うんうん、でその過程で当然失敗もあります、はい、それはね多分誰にでもあると思うので、ハーランドっていうこういうタイプの9番が、うん、あのペップのあのチームでどうやって機能するかっていうのはやっぱ見どころですね今シーズン。そういう意味では、はい、ケインを取りたかったんじゃないかなって思ったんですけど、サッカーのスタイルだけでいうとケインの方が合うかもしれない、うん、ただ、うん、ケインは今のサッカーをクオリティを上げる、うんうんうん、パーフェクトにしていくっていう、うん、ハーランドの場合はシティのサッカーを変えてもう一個段階を上げられるような選手じゃないかなっていうところで投資したんじゃないかなね、まあでもいずれにしてもこの選手が入ってシティがどうなるかっていうのが一番今シーズン注目ですよね。やっぱりちょっとフォーメーションとかもあの雑誌の中でご用意しました、はい、サッカーダイスの最新号で出てたやつなんですが、うん、まあ一応フォーメーション的にはこういう感じが想定されてますかね今ね。じゃこれ見ても分かるんですけど、あのほとんどが30歳より下の選手なんですよ。ほう、だからデブルイネとかマハレズとかも年取りましたけど、うん、入ってきたのはやっぱ20代の時でしたからね。あ、だからやっぱこう、うん、ほとんどの選手がやっぱり20代の働き盛りの選手だったりとかしますよね。これはやっぱりこう結構シティの、あの補強戦略を一個象徴してる部分でもあるかなと思いますけどね。やっぱり
じゃあこれでやっぱり1回2年前ですかね、チャンピオンズリーグの決勝で負けたりとかっていうのもねあったんで、そのリーグ3連覇っていうところももちろんですけど、チャンピオンズリーグで優勝できるのかどうかっていうところは1個このチームのね今年の最大の目標になると思いますので、あと最近選手の推定市場価格のランキングの最新版が出てたんですけど、それだとトップ100のうちシティの選手が16人いるんですよ。それが世界1位なんですよ。つまり今このチームっていうのは世界で一番市場価値が高いチームです。だからこの間来日したパリ SG が新銀河系軍団とか、超人軍団とか言われてましたけど、それは確かにそうなんですが、数字っていう意味で見るとこのチームが今世界最強のチームです。さすがシティ、そういったところも、ビジネス的な部分においてもそうです、ナンバーワンっていうところなんですかね。まあ個人的にそれぞれ皆さん好きなチームはあると思いますけど、マンチェスターシティが一番価値のあるチーム、ただやっぱりこうパリ・サンジェルマンとマンチェスターシティがその中東からヨーロッパに参入してきて、まだチャンピオンズリーグ両方とも取れてないんですよ。どっちが先に取るのかっていうのは結構そのヨーロッパのサッカーの今後占う上でも、多分どっちかが取ると中東のもっと王族たちがもっと来ると思うんですよ、ヨーロッパなるほどね。でつい1年ぐらい前ですかね、サウジアラビアがニューカッスル買いましたけど、あれもだから同じ流れなんですよね。サウジアラビアが入ってきてニューカッスルがどう変わっていくかっていうのは、第二のシティじゃないですけど、プレミアの中で一個注目のところですよね、やっぱりね。あ、面白いね。さらに金あるらしいですかね、サウジアラビアは。はあ、もういろいろね、政治やらもう、資本主義やらいろんなものがサッカー界の中に入ってますけれども、これから先もこういったクラブのことを学ばせていただきたいと思うんですけれども、今回はですねサッカーダイジェストさんが運営している YouTube チャンネル、サッカーダイジェスト TV とのコラボとなっております。そちらの方もぜひチェックしてみてください。それではですね、この企画がずっとね続いていってほしいなと、そのためには皆様が、このねいい話をたくさん再生してくれるといいんで、また見てください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやシティすごいよ。よく言われるのがお金があるから強いとか、お金があって選手買ってこれるじゃんって、もちろん当然それは一つの大きな要素ではあるけど、強くて持続可能なチームにするってめちゃくちゃ重要で、実はその強いチームって瞬間的には作れるんだけど、お金があればとかタイミングが合えば作れるけど、これをずっと継続して作っていく、ここがね一番難しいところだわけですよ。そこにはお金だけじゃなくてフィロソフィーだったりビジネス的に見ながら作ってるって、ここは大きい気がしますよね。めちゃめちゃ学びになりますよね。これを聞いたことで日本で活かせることって何かあるんですか？すごくね難しいよね。だから J リーグがそういう方向に進むべきなのかっていうところもまず一つだと思ってて、一番大事なことはこういう強いクラブを作っていくっていうことよりも、やっぱ愛されるクラブを作っていく、そこを学びとして捉えるとするならば、こういった強いチームでもその地域の人たちとか一緒に働いてくれるスタッフの人たちをより大切にしてるからこういう結果が出てるんだよっていうことは学べると思うんですよね。Gリーグの中でもね、お金のあるクラブとないクラブっていう差があるかもしれないけど、なんかそこだけじゃなくてソフトの部分でエッセンスとして取り入れることができるっていうのもあるんじゃないかな。そこをね、僕自身も今日いろんな視座、高めてもらったんで、その道に進むときにこういった知識を学んだことを活かせるように、これからも勉強していきたいなと思います。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。